皆さんこんにちは。今回はですね、柳原沙紀初段と中国の学科圏初段との野狐対局の模様をご紹介したいと思います。柳原初段なんですけれども、正式にはねまだアマチュアなんですけれども、来年の1月から、プロとして採用されることになった棋士ですね。中村すみれ二段と同じ特別採用ですね。特別採用で、なんでこの棋士が特別採用されたかっていうことなんですけれども、実はですね、前回の入段大会では、入段試験ですか、それでは入段できなかったんですよね。で、この柳原初段は最近なんですけれども、ワールドユース大会で、12歳以下の部で中国の、ユン・セイシっていう新初段がいるんですけれども、その初段を破ったんですよね、準決勝で。決勝では韓国の、男の子に負けたんですけれども、一応そのプロの新初段を破ったので、中国の、それで、特別採用されたっていう感じですね。プロに勝ったっていうことは、今後プロとしてやっていけるわけですから、しかも中国ですから、中国のプロは強いですからね、中国はやっぱり。そういうことですね。では、初手から見ていきたいと思います。学初段の黒番です。タツキの布石ですね。で、大ゲイマに縛りました。で、かかりまして、コスんで、締まりました。で、挟んで、コスんで、かかって、桂馬で受けて、付け二段打ちまして、定石手順ですね、ここまでは。で、ここで、これ動き出しましたけれども、こっちにね、ここに打ちました。ここではね、よくあるのは、定石ではね、こういうふうに滑るのがね、よく知られてますけれども、こう打ちましたね。で、黒もこれに対して、ここに受けました。で、ここで肩ついていきましたね。これなかなかいい手ですね、これ。これはこれが動いたときに、調子で動いていこうということですね。で、出まして、跳ねて、ここまではいいんですけれども、で、伸びて、そこでですね、ここにね、打った手が、これが悪手でしたね。これはもう見た目も、分かる通り、もう秋三角の握手でしたね。で、これ曲がって、ですからこの交換とこの交換ですね、これが悪いということですね、この交換が。だから黒はこれ継がずに、こういくべきですよね。伸びて、で、どっちみち白はこれ曲がらないといけないですから、こう打つべきですよね、黒はね。この交換が非常に次とこの交換が非常にマイナスになってますね。で、結局次まして、こういって、もう現在は白が 62% ですね、勝率。1目半ぐらい有利です。で、張って、伸びて。で、ここで、ここに打ったんですけれども、この手はあまり、いい手ではなかったみたいですね。これはちょっと形にこだわりすぎた手かもしれませんね。ここでは普通にこう打つのが本手でした。こっちのが連絡がすっきりしてますので、しかしこう打ちました。で、ここ。開きまして、大きいとこ。で、つけました。で、こっちに伸びましたので、こうつけて、で、跳ねて、で、ついで。で、ここ飛びましたね。今は、形勢は、互角ですね。で、二間に開きました。で、白も大場に行きましたね。詰めましたね。この石。で、これに対して、手を抜いてこっちかかりました。で、ここでですね、こうつけましたね。で、このつけた手に対して、下がったんですけど、この手が、失着でしたね、この手は。はっきり言って失着でした。
校ではね、普通にね、まあこう跳ねておけば普通な、まあなんていう問題はなかったんですけれども、まあ伸びて伸びて、こういってこういってこういって、でまあこういってこういって、まあこれぐらい打っておけばまあ普通だったんですけれども、こういうふうに打てば、これをまあこういうふうに遮ってしまったのは大失着でしたね、これ。で、ここは、並びまして、で、こう、つけて、まあ、こう、つける必要あったんかなって思いますけれどもね。まあ、逃げるなら単に一件飛べばいいと思うんですけれども、まあ、つけて、引いて、で、ここで一件飛びまして、まあ、このつけた手は悪手ですね。うん。この、これとこれの交換は。で、ここで、まあ、ぶつかって、で、隅を行きましたね。隅を生かしました。まあ当然ですね、これはね。で、ここをつけまして、さあここでですね、ここに伸びたんですけれども、この伸びた手が、またちょっと問題でしたね。ここでは、まあ一見飛ぶべきなんですけれども、ただ、多分黒の考えは一見飛んだら、おそらく、まあ、こういうふうに割り込まれる筋があるんじゃないかと。多分それを危惧したと思いますね。まあ、こういったら、こっちから当たり打たれて、まあ、抜いて、こういって、これが取られてしまうので、まあ、それが嫌だったんだろうと思います。そして、まあ、ここに伸びたんですけれども、まあ、これがさらに良くなかったですね。で、現在は、もう白が勝率 86% で6目半ぐらい有利ですね。で、覗きまして、ついで、かけて、伸びて、伸びて、伸びて、跳ねて、跳ねて、伸びて、伸びて、で、切ってしまいましたね。まあ、非常に強烈ですね、これはね。はい。で、この石が、まあ、脱出できるかなんですけれども、で、まあ、脱出するためにね、まあ、付け越したんですけれどもね、まあ、遮りまして、まあ、当たり打って抜いて、まあ、当たり打って、まあ、これ、継ぎまして、で、切りまして、当たり打って、ここ伸びたんですけれども、こう伸びられて、ここでですね、投了しました。黒の学書団が。まあ、ここまで実際評価値は 86% で白が7目半ぐらいリードなんですけれども、もうちょっと打ってもいいと思うんですけれども、実際黒地の方が、黒が結構地を稼いでるんですよね。白は地が、まあここしかないですから、まあでこれ取ったぐらいしかないですからね。そんなにまあその、まあまあ悪いですけれども、まだ投げるほどではないと思いましたけれども、まあ多分これ取られてしまって、まあ意気消沈してしまったかもしれませんね。はい。この柳原初段なんですけれども、まあプロに勝つぐらいですから、まあこのプロ、学初段はまあ中国の、まあ、英才棋士ですからね。英才入段した棋士ですから、まあ今後活躍すると思いますね。以上です。